いるか。どうした、そんなに慌てて。手を貸してくれ、イリーナが。艦長が？おはよう、フリード。ちょうどよかったわ。今呼びに行かせようと思ってたの。艦長、あんた絶対安静のはずじゃなかったのか。あら、それはヤブ医者の診断でしょ。魔法医学は私もかじってるし、それに自分の体のことは自分が一番よくわかる。もう痛みもないし問題ないわ。さっきからずっとこの調子なんだ。君からも何とか言ってやってくれ。あなたは融通が効かなさすぎるのよ、グリシナ。だから最終試験でも私に負けて総合主席にはなれなかった。ああ、その通りだ。君は優秀だよ、イリーナ。だが大怪我を押して動くのはさらに傷を深める愚の骨頂だぞ。焦る気持ちはわかるが、君らしくもない振る舞いはやめて冷静になってくれ。グリシナ、今は私がここの司令官よ。それ以上の口出しは越権行為じゃなくて。おい、いくらなんでも言い過ぎだろ。グリシナはあんたのためを考えて口出ししてるんだ。それに魔人はピエルタンの祠に封印し、その周囲は騎士団の精鋭が守りを固めてる。無理を押してまで今動くことはない。少し休息を取ってもいいはずだ。脇が甘いわね、フリード。必要があるから動いてるのよ。どういうことだ。古代の名だたる錬金術師たちが全勢力をかけて作った封印の祠が嵐や地鳴りで簡単に壊れると思う？こちら側に魔人の力を悪用しようと画策していた勢力がいたのよ。まさか魔人の力は人に扱いきれるようなものじゃないだろう。そう、人間にはね。どういうことだ。人間の中に入り込む人ならざる者いるでしょ、あなたの身近にも。まさか囚人のことか。彼らは人間になり代わりこの世界を支配しようとしている。その証拠に彼らの本拠地ホラムシャハルの里には祭神として強力な邪神が祀られているわ。まさか獣人は我が国と敵対したことは一度もないし、今は友好条約まで結んでいる。とてもそんな野望を持っているようには。すぐには信じられないのも当然ね。だけど真実はホラムシャハルに行けばわかる。この邪神が国を守護する力を弱め魔人の復活を助けていたのよ。さあ一刻も早く現地に向かい、彼らが守り神と崇める邪神を倒してきてちょうだい。フリード、君はどう思う？艦長の妄想だろ。熱でもあるんじゃないか。さあ寝たね。苦労は許さないのよ。なでしょ、信じられないなら現地に行って自分の目で確認なさい。わかった、行けばいいんだろ。行けば。君がそう判断するなら私は従うしかないな。悪いグルシナ、みんなを起こしてきてくれないか。支度をしたらロビーに集合するように。来客か。いや、すみません、誰かいらっしゃいませんか。リゼが、妹が、誰か。フィオラか。リーダさん、リゼに何かあったのか。
ないんです。どこにも、孤児院にも、教会にも。まさか誘拐か。妹は賢く用心深い子です。人さらいに連れて行かれるとは。何何、どうしたの？あれ、ヨラさんだ。誘拐じゃないなら家出でしょうか。うちの弟、親と喧嘩してはよく家を飛び出すんです。いなくなる前、リセちゃんと喧嘩したりしましたか？いいえ、喧嘩なんて。だけど今朝、毎月大口の寄付をしてくださる特殊家の方がいらっしゃって、来月から寄付を打ち切りたいという申し出をされたんです。もしも来月寄付が集まらなければ、ご主人の教会を人手に渡ることになってしまう。もしかしてあの子、それを気にして。行き先に心当たりはないのか？神殿でご神託を授かってきたんですが、このアクティブの城壁の内側にはいないと。聖なる神の目が届かない場所、閉ざされし幽魂たちの眠る場所。なるほど、モスタルの地下墓地か。そういえば、先月の初めの慰霊祭であの子を連れてモスタルの地下墓地に行ったことが。すぐに。待て、あそこは魔物の多い危険なエリアだ。フリド、ここは我々が。ああ、そうだな。ちょっと、あなたたち、これはどういうこと？私はすぐにホラムシャハルへ迎えと言ったはずよ。孤児院の女の子が行方不明なんだ。危険な場所に迷い込んでるかもしれない。それで？すぐに救助に向かう。そんな命令は出していないわ。早く任務に向かいなさい。いくら艦長の命令でも、これは聞けない。救助が先だ。イリーナ、私も同意見だ。目の前で助けを求めている者を、見ぬふりをする者に剣を振るう資格などない。目先の情ではなく、理性で動くのが司令官の務め。それに従うのがあなたたちの務めでしょ。あの、フィオラ、大丈夫です。少しは魔法も使いますし、皆様にはこの国の守護という大切な役目があるんですもの。迷惑をかけてはいられません。それでは、ありがとうございました。おい、待て！フリード。さあ、あなたたちも早く任務に。悪いが艦長、その命令は聞けない。何ですって？みんなも、いいな。当然だ。呪われし運命を背負う我が半身を見捨てるわけにはいかないわ。早く行こうよ。よし、モスタル地下墓地へ急ぐぞ。おお、フリード、目利きならこちら毎度あり。こちらスマイドアリ。また顔見せに来てください。
どうしたの、フリード。いや、一応艦長に詫び入れとこうと思ってさ。理由があっても命令違反はやっぱりまずいし。謝る必要あるのかな。今回のフリードの判断、別に何も間違ってないじゃん。騎士は第一に己の主に忠誠を尽くすもの。正義を掲げるだけでは隊をまとめることはできないからな。おお、勉強になります、先輩。イリーナも自分の怪我のこともあって焦っていたのだろう。一度話をしてくるといい。ああ、すまんが、ちょっと行ってくるよ。艦長、俺です。艦長、大丈夫ですか？艦長、しっかりしろ！あら、フリード、帰ってたの？ああ、それよりも体、大丈夫なのか？ええ、少し痛んだだけ。もう平気よ。それより、さっきのこと。ごめんなさいね。私もどうかしていたわ。なんだ、怒られるのかと思ったよ。そんなわけないでしょ。私はそこまで冷血感じゃないわ。あまりに急なことだったから混乱してしまって、過ちを犯してしまうところだった。あなたが正しい道を選んでくれてよかったわ、フィオラさんと妹さん。一刻も早く無事に救出してきてあげて。ああ、了解した。まさかあんなに素直に謝られるとは思わなかったな。拍子抜けというか、よく考えたらあの人が謝ったの初めてじゃねえか。壁に大きな亀裂でもあるの？うわ、壁をすり抜けた。そういえば、確かこれも授業で習った。通り抜けられる壁だった。確かライトの魔法や懐中電灯を使っていれば普通の通路に見えるはずだ。今後は襲ってくる魔物だけじゃなく、移動中もいろいろと気をつけて進まないとな。
返しつつ移動を開始しよう。考えてみりゃそれほどの悪運でもない。私はフリードが怪我する方が心配だよ。そうか、俺が怪我してもメルビーがいりゃ魔法でちゃちゃっと直してもらえるしさ。それはそうだけど。さて、他にも危ない場所があるかもしれないからな、気をつけて進もうぜ。後ろに隠れてろ。
リゼ、大丈夫か？なんでこんなところに。いや、話は後だ。ここは危ない。リゼは先に脱出して東海に戻ってろ。いや、私はここに残る。ダメだ、ビオラは俺たちで探す。リゼは早く。気持ちはわかるが、ここは俺たちに任せてくれ。言っちゃ悪いが、リゼ、お前は足手まといになる。やだ。リゼ、わかった。そこまで言うなら、ついてきてもいい。だけどな、討伐隊は団体行動だ。勝手な行動を取れば、チーム全員が命の危険にさらされる。お前、大事なのはその人形とピオロだけだって言ってただろ。ちゃんとみんなの言うこと聞いて協力できるか。できるから連れて行って。なら俺の後ろを歩け。遅れるなよ。問題ない。さあ行こう。
私のせいなのに、みんなたくさん怪我した。ごめんなさい。どうしたんですか。私たちはこれがお仕事なんだから、リゼさんが気にすることないんですよ。困った時はお互い様だよ。それにリゼちゃんがいるとなんだか癒されるっていうか。同じ源から生まれし同胞、妹ができたみたいで楽しいわ。妹、私が。でも私何もできない。そもそもフリードだってライブラだから直接戦えるわけじゃないしね。うるせえ。けどまあ、リゼが戦えないのは分かってたことだし。ああ、だがパーティーでの役割は敵と戦うだけじゃない。うんうん、リゼは可愛いんだからニコニコ笑ってたらいいんだよ。うん、それはちょっと違うかな。ともかくリゼは戦えない分、自分にできることを探せばいい。リゼのできること。判定ですか。変態だり、変態だり。また顔見せに来てください。
行くな、罠だ。こいつを引きつけてる隙に、お前はフィオラの鎖を切れ。それから、いいか、鎖を切ったら、すぐに二人でここを脱出しろ。それじゃみんなが。俺たちのことは気にしなくていい。自分とフィオラが無事に逃げることだけ考えてろ。だけど…いいから行け。俺たちも、そんなには持たねえからな。神様なんかに守ってもらうのは嫌だった。だけど今の私は何もできない。ただの無力でちっぽけな人間。神様、もしあなたが本当にいるのならお願い、私に力を貸して。光、まさか。
は後だな。この目はこっちに任せとけ。私のトライファミリアが許さない。絶対にここから生きては帰さない。お前らが新しい私とファミリアになるのよ。勲章はお前だぞ。ただし聞きたいことも山ほどあるけどな。フリードさん、皆さん本当にありがとうございました。私たちの軽はずみな行動でこんなに危険な目に遭わせてしまって。気にするな。俺たちは危険な目に遭うのも仕事のうちだからな。まあ迷子探しは任務外だけど、ともかく早く図書館に帰ろう。フィオロの傷の手当てをしなきゃな。では私たちは足手まといにならないよう先に戻っています。皆さんもどうぞお気をつけて。